改めてなんですが最初にですねこの映画俳優組合とそれから制作者側の交渉内容について見ていきたいんですがこちらです映画俳優組合はハリウッド最大の組合で全米の俳優ら16万人が加入している団体ですでその交渉相手ですが全米映画テレビ制作者協会こちらにはウォルトディズニーですとかソニーピクチャーズエンターテインメントなど映画大手それからネットフリックスアマゾン アマゾンドットコムなど配信大手が加盟をしているという具合です。で、この俳優組合の要求というのは三つあります。待遇の改善。 動画配信番組の報酬の増額それから AI 活用の規制という3つなんですがこれに対しては制作者側も提案をしていまして待遇の改善に対しては35年間で最も高い率の最低賃金の引き上げそれから2つ目ですが高い予算の番組での出演料を増額するということそれから3つ目デジタル肖像権の保護というのを挙げているということで。 えー、三谷さん、これ改めてお,お伺いしたいんですが、はい、これでも交渉が妥結に至らなかったということなんですがこれは何が問題になっているんでしょうか。 そうですね、えっとまあ、今回の,その、まあ、労使交渉といいますか、まあ、団体交渉の中で、まあ、たくさんポイントがあるんですけも一番大きなのはこちらの3つということは間違いないんですが、まあ、まずは待遇改善については、まあ、その最低賃金の,です、ね、あの上昇幅をどれぐらいにするかとということが争点になっていまして、えっとまあ、これがまあ35年間で最も高い率の引き上げにはもちろんなっているんですけれどもあのこちらが何と比べるかというのがやっぱり大事なポイントになってきましてあのまあ物価高にはやっっぱりちょっとまだあの追いついていない。 あの水準の引き上げになっていると<ー>なのでそうすると実際のえっと実質の賃金としてはちょっと下がっているっていう状況になってしまうのでうまちょっとこれは問題なんじゃないかっていうので1個あの焦点となっているポイントにはなりますでもう1つのま配信番組の報酬の増額っていうことに関してはえっとこちらですねまああのまあ映画って通常あのー 最初、事前にまあ支払われるそのギャランティーという金額とあとはまあその成功報酬ですね、いわゆるそのまあ利用に応じてまあ追加で支払われる金額というのがあるんですけれども、配信番組だとまあその追加報酬の部分がですねどうしても、 まあ基本的には発生しないことに今なってたりとかっていう風になってますのであ<ー>あのそれをもう少し明確化してほしいというところで、うん、えと多少その、えー、と冒頭でもらえる金額を上げたところで、うん、まあちょっとそこの追加利用との,あの折り合いがどうしてもつかないんじゃないかという話があったりします。うんまあ、AI 規制に関していいますと、はい、まあこれはもちろんデジタル肖像権の保護というのはあるんですけれども。あ、はい、あのまあ 実際にどういう形で AI を使うかということに関するのそのガイドラインをまああの組合側が出したものに対してそこがまだ合意に至っていないということになるのであのまあ今の状態だとまあどんなような形であの俳優たちの,その見た目であったりですとか顔とか声とかがあのどういうふうに使われるかがまだ分からないという感じになってしまうのでまあそれはちょっと断固を拒否するとか。あとまあエキストラの方だったらその1回あの スキャンをですね、まあ、取ってしまえばあとはもう無制限に利用できるみたいな条件とかも入ってたりするので、まあ、それはちょっと受け入れられないだろうという話になってますうんうん、うん、え中藤さんあの、アメリカで取材していてですねあの話し合いになそもそもなっているのかどうかということとこれから妥結の道を見つけられそうなのかその辺の感触っていかがですか。 そうですねあのストライキに突入してからは、はいうん、今もうあの交渉を再開されていない状況で、うん、まあいつテーブルに戻るのかっていうのも、まだメドが立っていまもう話は今、ストップしちゃってるってことなんですねそうですね、<ー>契約の期限が先週、切れたので、はい、交渉の期限ももうストップして、今は交渉されしていない状況ですあそうすると、いつ解決に向かうのか、ちょっと見えない そうですね実際あの、ハリウッドでストライキしている方たちに話を聞いたんですが、うん、やっぱりあの将来の俳優のため将来の自分たちのために戦っているという思いが皆さん強くて、うん、あの組合トップのフランドレシャ会長も、うん、年末までストライキ続ける覚悟があると取材、うん、で答えていますか。 おお、そうすると8、八九十十一十二、もう半年近くやる覚悟があるってことですね。はい、うん、そんな中、今日は。 その配信、まあ、今や映画界のまあ王様に近くなってきたネットフリックスの決算が発,表され発表しました、はい、46月期の決算ですが売上純利益ともに前年同期比3%増ただ、売上高は市場の予想を下回りまして株価は時間外取引で一時この日の終わり値よりも10%近く下落をしたという結果となってしまったんですが中口さん、この決算についてですがそちらのアメリカではどんなふうに受け止められていますか。 はい、そうですねあの一見、増収増益だったんですがうん、うん、やっぱり売上高がこう予想に届かなかったということで、うん、コロナ禍の反動源で成長が鈍化してしまったとっいう,こうイメージをまだ拭えない決算だったかなと受け止められています、うん、なるほどあの会員数は589万人増ということでこれかなり増えた印象なんですけどそれでも株価はマイナスに反応したんですね。 そうなんです。あの、589万人の伸びは市場予想の2倍でかなり大幅増となったんですが、はい、これ実はあの今までアカウントを使い回していたのを容認していたんですが、それをあのき厳しく取り締まったということで、例えば私のアカウントで小柳さんが動画を見ていた、これ今まで容認されていたんですけど、はいはいはい 5月から厳しく取り締まったことで、新規会やむをえず、じゃ契約した人が増えたって、そういうことであ、あんまり新しいお客さんが増えてるってことではないわけですね。そうなんです、実、ま、際、あ、あ<ー>収益に結びつく効果的な施策ではあるんですが、やっぱりそれでずっと持続成長が可能かと言われると、うん、そうではないという点。あ,ね、とあと、まあ、来期の 売り上げ高予想も市場予測を下回ったということで株価下落につながりました。はい。で今回決算にこのストライキの影響っていうのはもう出てる出てたんですか？と今回四六月期の決算数字には直接は反映されませんでした。うん、今後についてはいかがですか？そうですね。これはあの配信サービスに対するストライキで業界ではネットフリックスストライキと言われるほどなんですが、うん、そうなんだ、うん。なんですが短期的には、はい 皮肉ななんですすけれどももにポジティブな影響もあります、はい、というのもう今アメリカでテレビは再放送中止になっていてこれから映画の新作も出てこないとなるとやっぱりいろんなコンテンツのストックを持っているネットフリックスにお客さんが流れていく確かにでしかもこうおすすめ個人に合ったおすすめのコンテンツを過去の作品からこう掘り出しておすすめしてくれるので。はい ネットフリックスにとっては一時的にはお客さんも増えるんじゃないかと言われていますちょっと皮肉な感じもしますね、三谷さん、お伺いしたいですけどこの配信事業がこうちょっと成熟と言いますかね、はい、こうなっている中で、まあ、今まで大盤振る舞いしてきたネットフリックスもやはりかなりその財布の紐を締めている中での今回の、はい。 まあストライキということなので、はいはい、これやっぱり制作者側もなかなかあいには妥協できないというふうに。 まあ、そうですねいう、うん、あのジレンマはあるかと思います。かたやこれまで、まあ、あの会員獲得のためにあ割ともあの金額に糸目をつけず、まあ、どんどんたくさんの番組を作ってそれこそも我々も見切れないんじゃないかという追いつかないんじゃないかぐらいの,、はい、あのコンテンツ量というのをまあ制作し、えー、とライブラリーとして作ってきたのはあるんですけれどもそれに対してもです、ねまあ、ちょっと反省といいますか、うん、あのこれだと、まあ。あの ちょっと作りすぎたんじゃないかというのにもう少しそこをめてあの数を減らしていくようなことをして、はい、ちょっとその帳汁を合わせていくようなことというのはあるんじゃないかなというふうに思います。 ただ、ですねあの歴史をひも解いてみますと今回のようなストライキですが過去にも新たなメディアが登場するたびに行われてきてきいるんです映画がテレビで再放送されるようになったときというのは俳優時代のレーガン元大統領が主導して待遇改善を勝ち取りました、うん、で俳優のストライキは43年ぶり、うん、俳優と脚本家の同時ストライキというのはレーガン時代以来実に63年ぶりのことだということなんですね。 まああのビデオが普及した時もやっぱりストがありましたし、うん、dvd でもあったしとまあこういう新しい技術出るたびにまあこういう待遇改善のストっていうのはあったわけですね、うん、そうですねで今回配信で何この待遇の仕組みが問題というふうに聞いてるんですけどどういう問題があるんですか、うん、あそうですね、はい、あのちょっと先ほどもちらっと触れたんですけれども、はい、えっとまあ 俳優の収入というのは基本的には最初にもらえるギャランティーと、あと,との、はいで、今まで成功報酬の中身というのは、映画の劇場での収入、うん、これに応じてもらえるもの、そう、はい、ですねそれからテレビの再放送。はい えそれから DVD とかそういうまあパッケージ系ですよね、ねはい、これも売り上げに応じてもらえたと、そうですね、配信はもらえないんでですすねそうなんです配信だと、1回の,その支払いで、全部の利用に対するまあその対価とするというまあ考え方になっていまして、うんで、それがだから、その後番組がいくら視聴されても、どれだけ例えばたくさんの何億、並列者何億人という人がまあ見たとしても、そこの収入はまあ増えませんという形で、うん、まあそこはちょっとフェアじゃないんじゃないかというところに、うん、あのみんながまあ指摘。 出しているというようなところですね。なるほど、長渕さんね。今回この交渉の中で、この配信の方針の仕組みをめぐるやり取りってのはどんなやり取りだったんですか？もう全く話にならないぐらいこう <laughs>。あの分かりてたんですかね。はい、あの組合の人たちは、あの、うん、テレビで再放送するたびにお金がもらえてたように、うん、配信サービスでも見られた回数、視聴回数によってうん、うん、こう還元してくださいと求めているんですが。うん やっぱり視聴回数というのはこうネットフリックスにしかり配信サービスにとって企業秘密と同じくらい重要なデータですのでなかなかやっぱりクリエーターの方たちにも開示したくないという思いが強くまあそれで平行線をたどっていますうん、まあ、しかし、ね、今まで DVD の売り上げとかはまあちゃんと。 開示したわけだから配信回数も開示すればいいのに、ね、と思うんですけど、うん、そこダメなんですかね、うん、みたいな、ね。そうですね。まああの DVD だと実際の流通量がね、はい、まああの明確な数字で、うん、まあ出やすいっていうのは当然あると思うんですけれども、うん、まあそこはあのまあ本当に先ほども中口さんおっしゃってたようにまあその企業秘密としてですね。あのあとはまあその。うん 何をもって再生された、あるいは主張されたかとなすかというそこの定義もやっぱり違ってきたりとかすすするんででねあねあー全部見たそうです、ね、過去には例えばなんか2分見たらもう主張したとするみたいなあのものもあったりとかしたらしいんですけれどもまあそこのだから明確なあの基準というのが、ね、設けられてない以上そこはそうです、ね、なかなかあの数字として反映する計算式を立てるというのは難しいんじゃないかなと。 すそうで,すね、ではここで一旦お知らせ挟みまして、お知らせの後ストライキのもう1つの原因となっています、人工知能、それから AI 活用の規制についても掘り下げていきます。